7月14日の函館 1R、2歳未勝利、芝 1200m、10頭立ては、竹豊騎手とのコンビで挑んだドゥアムール。メス2歳、美穂、中竹和也厩舎、父ロードカナロア、が、3戦目で勝ち名乗りを上げた。勝ち時計は1分10秒0秒。データで見る、ドゥアムールの血統、戦績。スタートで後手を踏んだが、すぐにリカバリーすると途中から花を奪った。ハイペースで飛ばしながらも、直線に入るとレジェンドのゴーサインにしっかり反応して最速上がりで後続に2馬身半差をつけた。半径紙に函館デビューから函館2歳 SG3 を連勝したブランボヌール、ビアンフェラがいる、ご当地馬、がきっちりと勝ち上がった。竹豊騎手は、スタートは相変わらず遅いけど、途中から拉致につけられたのが良かった。内に刺さるのをカバーできた。やはり能力はありますね。